こんばんばは、土屋です。<laughs> お久しぶりです。<laughs> はい、あのち、ちゃんとやります。<laughs> これをやりたかったね <laughs> あ、なるほど。今週もやってまいりました、大人 <laughs> の報告トークスレッド,レッドえっと、今週は、えー、と私、えーと、美術評価、<laughs> 超久々の登場なんですが、半年ぶりに、えー、と戻ってまいりました。はい、ガチ運国中と。 準レギュラーのガチン平中です。準レギュラーなんです。準レギュラーです。いや、土屋さん、お久しぶりですね、本当に。お久しぶりです。半年ぶりぐらいに。あの、たっぷり影響やしってきました。はい、京都に行かれてて。いや、もう、本当、大変でしたよ。土屋さんいない間。もう。はい。 あのなんかねあの文句ばっかり言われたり <laughs> <laughs> いきなり僕レギュラーになってっ土屋さんすぐいなくなって <laughs> <laughs> そうそうそう,そう、うん、で大体こう「国の中ディスがこう、ね」がこの番組の LINE のグループではあの大体こう国の中ディスいやでも今日はあの土屋さんテンション高い土屋さんがメイン MC、はい、するということではい、はいはい、進行の方じゃあはい <laughs>、はいはい、えっ、ー、とまあねあの いや、半年間本当にいなかったんですよ。あの何でいなかったかというと。まあ,あの私は立場的に大学の教員をやってるんですが。 <laughs> 何,何度この、ね、こ説明してるか分からない、ま、あの沖縄県立技術大学というところの、えー、と教員をやってます、であのそれで、まあ、あの特別研修という、まあ、名目で、えー、と半年間、まあ、お休みいただきまして、いろいろ個人的に、まあ、勉強を、まあ、今までできていなかったところを、まあ、足りなかったところとかをですね、えーとまあまあ、勉強してくるということで、ちょっと京都,京都の山奥にですね、こうもってたんですね。山奥にで,、えーとそれでまあ、それが半年間ありまして、えーとまあ、4月、新学期始まりましたので、ようやく戻ってまいりましたと。 そして、えー、とこの番組のこの状況を見て「大丈夫かこの番組だ」と「<laughs> <laughs> ダメだろ」と「<laughs> 何やってんだ」と。 巻き込まれ事故みたいになってますけどねあのつい最近までゲストで出てたはずなのになんかお前大丈夫かって言われる側になんか回らされてるこの責任転換っぷりなんだ<う>みたいなそうそう,あの、ね、そう,そうあのガチュン国中の登場っていうのはあのちゃんとあの、ね、そうあのゲストとして最初にいらしていただいたんだけど <laughs> <う>あのいつの間かこうレギュラーに巻き込まれていたと、ね、<laughs> <で>いうかわいそうな人なんですけども。<laughs> <laughs> いや,いや楽しんでまますよ、うん、本当にまあでもねちょっと真面目な話をすると、はい、あのつこれはでもあれかな先週話したのかなあのま,また再び、えー、と戦後の,その沖縄の知性の,の一角をそのまあ形形作っていた、はい、あの大きな知性がお亡くなりになりましたね荒、はい、崎森輝さんですけれども。はいはい、あの おいくつでしたかね、えーとまあ、80歳超えてあの、まあまあまあ、亡くなるのもご無理がないという、まあ、あの年齢でかつ、まあ、ずっと要するに、まあ、荒崎さんの,そのまあスタンスっていうのはあの基本的にはまあその市民にまあ寄り添うというまあ形で沖縄のとりわけまあ基地問題などにまあその抵抗していくということをまあやっていらっしゃったあのまあ方。 でまあ、もちろんその、荒崎さんに対する評価っていうのはいろいろあるかもしれませんが、まあ、でもいずれにしても、あのうん、あの大きな足跡を残したことは、もうこれは事実は事実なので、あのまあ、ちゃんと今後、検証していかなきゃいけないし、我々はまああは彼がそのまあ書き残してくれたまあ文章をまあ何度でも繰り返し読まなきゃいけないし、うんうん、なんてことをまああの思ったりとかまあします。で今ねそうちょうどあの まああのまあ、通称「俺の本屋」というふうに呼んでいるここのスタジオからもまあ近いあの某,某,某書店がまあ,あるわけですがそこで、えー、とちょうどあの現代思想っていう何、まあ、ですかね、まあ、ちょっと 固めの,その雑誌がありまして、うん、えっとそこでまあ石村みち子さんというまあ方の,、まあ、あのまあ臨時えと特集予ねがまああの出てたんですよ。これちょうど今日は沖縄入荷するなと思ってそれで買ってきたんだけども、まあ、石村さんという人はもうあのちょうど石村さんが亡くなったのは、ねえっとえっと、今年かな今年の早い時期だったかなお亡くなりになったんですけどもあのこの方はまああのどう言えばいいかなエッセイストなんですけれども。 まあ、とりわけ一番有名なのは「まあ、苦外浄土」っていうねあのに苦い海にあの浄土はさ要するに仏教のあの浄土ですね苦外浄土という、まあ、卓抜な要するに水俣病にその関するあの、まあ、ノンフィクション的なその体裁を取った、まあ、創作っていうふうにっていうのかな、うんうん、っていうのをまあ残された。 あのだから要するにまあ日本の要するに戦後の,そのまあ文学史上においてもまあ大きなその役割をまあ果たした方だったりとかするわけですね、うんあまあ、つまりだから何を言いたいかというと、まあ、もちろんその先の戦争の問題というものがいまあだにそれこそ沖縄においてはまあ基地問題というその形でまあ残っているということがまあ,あるしそしてあのまあ戦後に,においてもその行動成長期がその陰で一体何があったのかと。 そそれこ荒崎さんの話で言うならば例えばえとこれは復帰えと前後ぐらいですかね CTS の,の闘争なんかもまあ,あったりとかまあしましたしまあだからまあいわゆるその環境問題っていうのはまあクローズアップされていくるまあこれは要するに一つのまあ要するに戦後におけるそのまあえ 経済的なその成長とあとその成長に対するまあ一つのそのまあえと悪しき面ですよね、うん、っていうものも見つめておられた方がまあくしくもまあ割とその近い時期にまああのねもう,もうそろそろまああのねこの2018年にもなってまあなかなか皆さんバタバタそれで倒れるのもしょうがないなというようなまあことをまあ思いながらまあちょっとねいろいろかみ締めて。 なんかねたあのどうやら石村さんちょっと沖縄とも微妙に関係あったみたいであの琉球大学の新庄一夫さんがあの短い一声を寄せていらっしゃるみたいなのでちょっとまだ読んでないんですけどねちょっとあのあの俺の本屋で、ね、<laughs> そう <laughs> あの俺の本屋ゲ,ゲ,ゲットしてきた,ただけなので <laughs> ちょっとまあよくわからないんですけどまだど内,容内容は読めてないんですけどね。うん あとりあえずまあそんなようなことがありますねっていう今月版ですね、はい、というあの別に僕は書いてませんあのでこの雑誌の別あの出版社の別に回し物でもございませんむしろ原稿依頼してくれ <ぜひ S 1> と言いたいぐらいなんですけどもそんなことがまあトピックとしてもあったとまあいうことではい。 真ん中に座ってるお姉さん誰なんでしょうということなんですがお待たせしました。お待たせしました。皆さん長くなんであのアウトプット欲が止まらなくなってる時期ですね。時系列聞いてしまいました。やこれ従前なる前で従前なるマイフ今日のゲストにふさわしいふさわしいふさわしすぎるいちょっとハードル上げすぎた。来ますね。ごめんなさいね。初めて僕が対面するあのね SNS 上ではちょっと付きあったんですが。そうですね。はいはじめまして。えっと今日のゲストはえっと沖縄タイムス社 のえっ、ー、と総合メディア企画部デジタル部ってなんじゃいなと。いうふういう、はい、<laughs> まあ疑問も当然あるでしょうが、はい、まあそこのえっ、ー、とまあ所属なさってるえっ、ー、と与那覇さとこさんにまあお越しいただきました。はいはい、でえっ、ー、とあれですよね。あのまあ私,私と同様と言っていいかわからないけれども。与那覇さんもちょうどえっ、ー、と沖縄に戻ってこられた。はい。四月に戻ってきました。うんうん、はい。 そうそうそう、だからいなかったですよね。そうですね、三月までは首都大学東京の大学院にリアルに通っていて。うん、2> 今二年生なんですけど、今働きながら。うん、はい、二年生は。学職して。一年間東京で。うん、で大学に通われ。そうか。はい。うん 通って戻ってて戻きました今日の,そのテーマとしては、はい、なんでそのだからまあ佐子さんをそのまあお招きしたのかってことは実は今,今話してきたようなまさにまあまあ特にまあ沖縄に関して言うならば要するに戦争の問題ですね。はい、と実はあの要するに。 デジタルデジタル部ねねいデデジジタタルル所属なんだ部に所属しているというそしてなぜか首都大学なんで別にいいじゃん琉球大学でいいじゃんダメなのみたいなことは思うかもしれないけどもでもその首都大学に通わなきゃいけないまあある種必然性があったっていうふうに言うていたのでなのでちょっとその辺についてお伺いしていきたいと思います。

なんじゃいなって感じですけど横文字を言うよみたいな変換変換日本語に変換してる時変換が変換できないんですよデジタルアーキテクトというふうに名のっておられるかな今もという方の要するに弟子入りする形で学んでらっしゃったということですよねちょっとその辺の経緯をちょっとお聞かせいただければなと私はずっと沖縄タイムス新卒で沖縄タイムスに入って。 学芸部とか社会部のつまり現場の記者をしてきたんですけれど4年前にデジタル部に移動を志願しましてこれからはデジタルの時代だと。紙だけじゃねえぞじゃないと iPhone がちょうど普及率が半分ぐらいになってきた時でこれはもう時代変わるなと。 でもなかなかこうデジタル向けの記事とかっていうのがまあ沖縄のまあ地元紙ではなかったので、うん、あそういうのを作ってみたいなと、うん、そういうチャレンジしてみたいなと思って、うん、まあデジタル文志願してまあ運よく行けたんですけど、うん、でそこで実は社会部の頃からあの練っていたこの沖縄戦の、うん 亡くなられた方の戦没者の、まあ、マッピングの技術があるっていうのは知っていたのでうん、うん、これ何とか紙面に載せられないかっていうのを社会部の時に思ってたんですけどもうちょっと説明するとつまりは、はい、要するに沖縄戦の時にそに亡くなられた方々が一体どこで、はい、どういう状態でってところまでフォローできているのかなできてない部分も多分できてない方も多分いらおられると思うけれども、はい、要するにあのそういう情報ってものがあるわけですよ。はい あるんだけど全然活用されてなかったというのが今までの現状ということでせいぜい活用されても戦士を書く時とか戦士というか戦争記述でオーねトラリア書描く時とかそういう研究者とかにはわれることはあったろうけれども一般的に思っているものではなかったですしそれを例えばマスコミで扱うとしても紙だと。 幅が限られるので純粋にに物理的例えばこの方たちがどうして亡くなったのかっていうのその場所でどうして亡くなったのかっていう背景を知っていくためには例えば時系列の地図が必要だったりするんです沖縄戦は4月例えば本島だったら読谷上陸していともまぶに行くまでって考えたとしても3ヶ月は結局3枚は。 すごい細かい地図が載せないといけないわけですだけど紙面ではなかなかそれだけの幅を取るのが難しいとなのでまあねいつかやりたいなと思いながらでもデジタルだったらできるかなとまあネットだったら全部載せられるんじゃないかっていうのを思ってちょうど移動した時にこれをやりたいですと。

まあかでも数学の先生を目指したからといって別にパソコンに強いわけでもないしそうなネットに強いわけでもないし当然歴史に強いわけでもないっていうずっとこうね記事しか書いていなかったのでよく就職でできたねそうすだから社会部に行って学芸部行って社会部行って沖縄タイムズ入ってから私はもう純粋に現場の記者しかやっていないのでそれでこう。 このネットの作りがもうまずそもそもわからないんです、これどうやったらスクロールされていくのかとかこのデザインってどう作るのかっていうのは全然わからないのでまあ同僚ですとかそのまあ技術者の方に教えてもらってまあ協力してもらいながらこれをこうやって作るんだよっていうのをまあやってあと GIS っていう技術がありまして地理情報システムっていうんですけど。 その技術を専門としている先生に当時からお会いできていたのでその先生の技術をあのお借りしてまあ協力していただいて一緒にまあ共同制作をするっていうのが最初のまあ流れだったんですけどその時にグシチャンソンって今は八重旋ですね。 平中そ出身。はい。だからそこなんか野営生なるとすごい元気。そう、本当にそうなんです。よ日だ私の短期たみたいな。でも最初お会いした時に、今日そういう場面じゃないからさ。地域愛について語る番組。違うよ。違う。いや、今日はちゃんと沖縄弁の継承の問題を考えようねだから結局そうね、あの野営生のグスちゃんさの出身の方がどこで亡くなったのかっていうの。 まずマッピング化して背景に何があったのかっていうのを追うっていうコンテンツを作ってみようと思って最初に作ったのがそのグッシャンソン空白の沖縄線っていうやつですでグッシャンソンがまあまあたまたまなんですけどなかなかその戦士をこう細かく作っていなかった地域で空白ってつけたのは空白の沖縄戦って言ったのはどうしてなくなったのかっていう細かい背景が全然こう。 ね、市民レベルで分かっていない、うん、っていうのでじゃあまずはあのそのマッピングこう亡くなられた方々がこう残していた足跡から何が見えてくるのかっていうので、ね、当デジタル上にいろいろ載せていくていう。市町村紙をそのまま写すのではなくてもうちょっと研究もしつつ、うん、なんか調査もしつつ作っていすねあの当時を生きていた いらっしゃった方々にも見ていただいて、うどうしてここの地域ではここでなくなっているのかとか、はい、例えば分布、まあ分布というか、<や>まあ要するにまあ多くなくなっている地域とかがやたらとあったりとかするってことではい。ありますね。うん 今もエットネット上で見れる,ようになるはい見られますはいということですねグシュチャンソン空白の沖縄セント検索していただければはい、はい、もしよろしければ今見ながらぜひお手元をはい、見れるのでありまはいあのあの,あの今日からですねえっ、ー、とそうあの あの実況を私の博士課程の学生がですねここあのしてくれてるんですけど <laughs>、はい、そもそもグスチャンって多分ちゃんとあのね打ててるかどうかですけどなのであの口で言いますけどもグスチャンソン空白を起きませんと。 いうふうに、今あ、検索すると、あの。ぐしかみで出る。うん、ぐしかみ、うん、ぐしかみの方が、まあね、ね、今、今渡る。<laughs> あの、正式な読み方になってますよね。それが最初の、えっと、まあ、いわゆる受賞作というか、なんか、こう、いろいろ、こう、評価。ね、社会に評価し、はい。されて、こう、そういう取り組みがスタートしていくい。はい、デジタルと沖縄戦というようなう。もう、本当に、このコンテンツを出す時に、ドキドキし、うん、ドキドキしてたんですけど。はい,はい。 あの全国からこうねこう感動しましたとかっていう,こう前向きな、はい、コメントがい、はい、あってそれであの、まあ、東京のメディアの方も結構見てくださってコンテストとかに出るようになっっていったんです、うん、そこがタイムズさんとしてもなんかこうデジタルの取り組みがどんどん,どん,どんこう社内においてもう、うん、きっとそうきっかけの一つにはなったと思いますね。 でそのコンテストで出会ったのがあの今の先ほど紹介いただいた、はい、あの首都大学東京の渡辺先生でした渡辺先生がそのコンテストで優勝されて、うんうん、私は 2, 2番手で,、うんうん、でその時に壇上に上がって賞状をもらうんですけどはい、はい、その時に、まあ、2人でこう何て言うんですか記者のカメラのフラッシュを浴びながらはい、はい、そばで「 次は一緒にやりましょうねって言って、おーかっこいいね。<laughs> そこからこう、そこからはい、うん、縁が出来、つどろがあっていって。渡辺渡辺さんってさあの、はい、なんかさあのなんか野球番外出てくるようなさ、はい、なんか少年っぽい感じのさセカンドかなみたいな <laughs> ち。ちょっとよくわかそれはよくわかる。<laughs> いや、見た目はそういう感じの方そうだよねだよねって言いづらいよねそこの1位と2位で今指定関係みたいなそう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 すごい研究室ですねだからこんなこんなだから佐と子さんとセカンド守ってる渡辺先生がセカンド守ってないと思いますけどはいセカンド守ってバントがうまい渡辺先生がコラボレーションをしようとその結果出来上がったのがえっと 2作目ってことになるんですね沖縄戦デジタルアーカイブこちらもじゃあちょっと簡単に説明ねあちらはえまあ沖縄タイムズのページから入るとえその沖縄戦がどうしてまあえ起きたのかっていうその前戦前から戦後までたどるっていうまあ大きなアーカイブとして作った中の一つにその渡辺 先生との共同制作の沖縄戦のデジタルアーカイブというのが入っています、うん、で、うん、それの中ではあの先ほどのグしちゃんと大きく違うのがです、ね、体験された方、うん、あのお染めの方があの時どうやって逃げたのかっていう動きが入っているというのが非常に大きくて、はいはい、もう一つは読みた上陸した読みたん出身者の、うん。うん 戦没地で亡くなられた方のまあ場所もマッピングをして追加してあの入れさせていただいた地図になります。ちょうど4月から6月が終わるまでこのマップが体験された方々があの北に行ったり南に行ったりと出てきますけど。 いやあのね要するに、まあ、沖縄戦に関する記述の,、まあの本って、まあ、だからそれ、まあまあ、沖縄戦士でもまあいいんだけどもいろんな形でまあ,あるわけじゃないですか、はい、それこそだから、まあ、公的なあのものから、えー、とそれこそまあ体験者一体験者ですよね、うん、の,その方々のまあ語りから、はいまあ、要するに、まあ、沖縄における沖縄戦の語りって膨大にあるわけですよね。うんうんはい うん、だけど、あの一つ、その、なんていうのかな、うん、あの、どうしても、その本を読んで、わかりづらい部分。ログっ要するに、あの、まあ、だから、沖縄戦がまさに、だから、要するに、四月から、まあ、六月まで、まあ、あった。ことは、まあ、それは事実として、まあ、分かってはいる。はい、けれども、あの、そして、だから、読谷村から、えっ、ー、と、なんだ、あの。なんだ、あのー、んだえっ、ー、と、まあ、米軍が、その上陸をして、そして、えっと、まあ。 南インボストロ防衛ラインがまあ撤退していって、はい、そして最終的に首里にに陥落されそこから散りなりになり最悪な形でまあ要するに出でば最後は終わると、はい、っていう、まあ、その流れというのはもちろん分かってはいるんだけれども。うん でも当然その期待逃げた方もまあいらっしゃるわけだし。はいはい、そして、あとも、あともう一つは、あの、今、今言うと、すごく単線的な話に聞こえるじゃないですか。はい、つまり、アメリカ、要するに、読谷からその上陸して、まっすぐ行ったんかいみたいな。はい、あの、でも、全然そうじゃないんですよね。だって、それは当たり前の話であって、あの、要するに、ね、あの。 1一一つのラインだけでぐわーって攻めるわけじゃ当然ないわけだから、うん、あのだからいろんなラインからまあ攻められたりとかしていて、うん、で実際にだからあの多分ね私が一番あのううまあこれが多分一番詳しいんだろうなっていうふうにね思っているのは、はい。あの 米軍が残したあの沖縄戦の戦死があって、はいうん、多分ねあの要するに単純に,要するにあのどういうそのプロセスで戦争が進んでいったのかってことこを追うためには、はい、多分それが一番いいというふうに私は思っているんですよ。はい、これはね結構やっぱり根っこ深い問題だと思っていて、ちょっとごめんね、あの話ちょっとずれるかもしれないけど、あの要するにね。 沖縄、あ、要するに戦争で、あの、要するに、まあうんお、まあ、まあ、沖縄のじ住民は。敗者というふうに呼べる、呼ぶべきでは、本当は僕はないと思うけれども。うん、まあ、でも、いずれにしても、だから、その、まあ、あの、負ける側に巻、巻き込まれた方ですよね。うん。まあ、および、その、負けた、その日本。 うん、っていうのがまああって、うん、であのこれはまあ映画監督のまあこれも亡くなられたけれども大島渚っていうまあ人物がまあいましたが、うん、まあ削除の表現をまあ彼はしていてあのこれはまああの映画監督の映像の話なんだけども、うん、彼は何て言うのかというと敗者は映像を持たないって言うんですよああ<ー>、はい、つまり負けた側っていうのは映像を持たないだ,、うん、だから 要するに例えば太平洋戦争のことを再現するするならばそれは米軍のアーカイブから映像を使うしかないんだとこれとちょっと似ているところがあると思っていて要するに正確な戦争の状況ですよねっていうものを文章の上でトレースしていくとすると結局、 敵さん側っていうかさ、の、はい、のもをを頼らざる得い、はいうん、て,っていやだからこれなんかすごくジレンマだなというふうに思っていて <laughs>、うん、それでだから沖縄戦アーカイブをやっぱり見て、うんうん、だからま,まずやっぱり驚くのはあ、うん、これだけの要するに証言映像というものかんかさっきちょっとあんまり話出てこなか要するに証言映像は結構ね あの乗っかってるじゃないですかるのはつまりは要するにこれを作るためじゃないですもともと戦争体験者の,その方々にいろんな形でまあそれはだからまあいろんなレベルでですよ、もちろん市町村とかまあ県とかやってる場合もあれば民間がやってる場合もあるだからそれはさまざまなんだけどもとにかく膨大なその証言というのが文章だけではなくて要するに語りとして語られて録音されたりとか録画されたりとか,りとかして残っている。し しかし、それがうまい形でその活用されていない。うんうん、で、それがあの、その沖縄戦アーを見るとね。うん、まさに空間的に、かつその時間的に、一体何がどう起こったのかってことが。うんね、見ると、大体一発でわかる。うん、そして、さらに深く掘っていくと、もっとわかるっていう構想になっていて。これは素晴らしいわっていうふうにね。こ<う>の辺りは結構意識して。あの、文字を入れないっていうのは、かなり意識して、ね。ああ<ー>。だか右下にすごくて。 小さなテキストで今日は何があったっていうのはやりましたけどこの体験者の方たちがえ何を思っていたのかっていうのはこの最初の表現ではあの作ってはいないんですね、うん。うんうん なぜかというとこれを見た直感的にどうやって分からせるかっていうのはすごく考えたので渡辺先生ともお話ししましたし中学校とかで出前授業に行ってこれを見せるとみんな黙っても静かに何があったって分かるみたいで息を飲むっていうんですか次に中学生たちがやるのは自分が住んでる場所を探し始める。 学校の場所とかおの場場所所ととかか、うん、おそこでも例えば亡くなられた方の点がふわっと表示されるとえここでも人が亡くなったんだっていうのを実感してもらえる追体験を本当リアルでやってもらえてる感じがやっぱり直感でわかるっていうのは大事だなっていうのを本当に思います、うん。うん <laughs> デジタル上にその沖縄の地図が表示されていてそこでいろんなこの体験者の方のお顔とかがこう移動していくような形の構成になっているいう,でそうです、ね、なんかこう今の話聞いていると例えばその自分の住んでいる地域とか学校があるところでの,この定点観測みたいなのも可能になるということですよね、はい、こう沖縄戦でいくとなんかこう常にこう中部から南部にとかみたいなこう移動の概要みたいな移動の感覚があるんですけど、うん、あのこの地域自分のところだけで見たその動きなんか、うんうん

12月の地図戦争終わって半年後の地図今の地図っていうのが自分で後ろの背景を変えられるんですような仕組みになっていてだから今もここにいるよっていうのは中学生でも自分の場所が分かりますしだからあですよねグーグルマップみたいな感じでレイヤーを重ねていくとのいうことも。 作ってみました。はい、ちょっとここで、えっと、一旦曲に行きたいと思います。ちょっと待ってください。あの、じゃ、その曲のタイトル。タイトルは。ちょっと待ってもらっていいですか。あ、ちょっと、ごめんなさい。ちょっとね、あのね、だめ、国中社長で、ちょっと、パソコン弱い。あ、大丈夫、はい、準デジタル部には、ちょっと、こいつやつじゃないなっていう。流してから、終わったら、こう、ちょっと思い。 <laughs> <の> <laughs> はいじゃあえっとタイトルコールを佐子さんお願いしますはいえつばきでウォーキングはいえっとつばきでウォーキングでした <はい S 1> なんかすごい好きということで <はい S 1> すごい好きです沖縄出身の今東京で一番あの,いあのなんていうんですかイケイケのえーあ東京で結構すごいもう沖縄が逆輸入みたいなあ <はい S 2> そうなんですねあ,あマジでそうなの、うん いやいや、全然いやいや、あの結構話持ってますけど、いやいやいや、それが別にいいじゃん、地元だからあえて持っていこう、ガンガン持っていこう、いや、今、東京で大ブレックチつンき 去年のあれですよ、ヒップホップのあのラッパーランキング1位でしたから。へー、それそれ普通に、普通に持っていいじゃん、持たなくていいじゃん。全然知恵もない、すごい。事実として、すごい。事実として。あ、じゃあ皆さんぜひ椿ですね。はい、広中さん行ったんだライブ。あ、そう。いやでもあれですよね、ちょっとヒップホップの話で言うと、そこ広いですね。いやいやいや、何でも拾いますよ。何でも拾う土やってるのがね。 いやもうや本当にテンション上げ上げの切れ切れの土屋さん珍しい会になりそういや <laughs> いやいやでもさあだよねえ <laughs>、ね、何でも広土屋みたいなさあ <laughs> いやそれはさみたいなさあ <laughs>、うん、まあまあいやともはねいや僕はあんまヒップホップで実は詳しくないんですがあのだから沖縄出身のさゆすいあの、はい、ねあのヒップホップの人っていうかゆすいラップヒップホップの人たち、はい、結構増えてますよね、うん、あ増えてますね、うん、結構増えてるけどでも 実はだから沖縄出身とかいう個体認識があんまり実はできてなかったよ。それ単に僕の僕が知られるだけなのかもしれないけど。あーなるほど。なんか沖縄感押してるんですかつぶやきさんは。ちょっとえーとつぶやきのカスは結構ねあのもうもうほぼ沖縄。そうなんですね。で、あと内縄口でヒップホップやってる。やばいじゃん。へー。だからね東京で人気ですけど結局サイトで内縄口の こう説明があるっていう,う。いや、本当に多分逆輸入なる。あ、なるほど、ね。あ,新しいあ、じゃ、ちょっとみんな聞きましょう。ししょう応援しましょう。はい、みんなで、うん、はい、じゃ、後半戦突入していきたいと思います。うん、前半沖縄戦アーカイ、リチュラ会部の話とか聞かせていただきましたが。はい、まあ、ちょっとこの曲中に。 まあ、どう活用していくかだったりとかうん、うん、もうどうやって、そうですね、こう生かして、次の。あの、キャラスの記憶とか。あとは、うん、あの、今日、土屋誠一がキレキレすぎだろ。じがじさんぶんね。<laughs> さんの休憩時間でした。あの、オフトークでしていた。<laughs> <laughs> はい。まあ、それ、まあ、どうでもいいんです <laughs>。 そもう大学教授の先生俺キレキレだろって言ったらもう配送って <laughs> いや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 そんな関係ないじゃんそれポジション関係ないじゃん普通に今日キレキレじゃん俺だっ,だって話すのがもうメインのお仕事されてる方が今日俺キレキレって言うんだったらもう本当キレキレなんだろうな <laughs> 最低自分だってさ自分だって喋んの仕事じゃ言ってみればさそう、ね、ないないない,ない棚にあげてさじゃあ後半戦いきましょうかはいじゃあ、まえっと、これ今あの今、まあ、作られても実際に誰でも活用できるっていう、はい なんかこうまあ誰でも見てもいいし、どんどん競技現場とかでも例えば使っていってほしいっていうことで、うん、もうぜひぜひはい,い,いで,でえっ、ー、とまあそうちょっとまああの。 そうそうね、だから教育現場でその使ってほしいっていうその目的でその作られて、はいうん、しかしっていうところがちょっとまああの、ね、あのこれはちょっとむしろ後,あの後半の最後のことでちょっと話してみたいんだけどもはい、はい、ちょっとその前に、えーと,まあ、とりあえずあのじゃあまあ渡辺さんにそのまあ耳元違うなそれ <laughs> そのに若干違うコテーションが入ってるけれども耳元じゃないや、まあ、とにかくまあ近くで、はい、じゃあ今度一緒にやろうよというふうに言われて、はい、そして、初題までわざわざ進学をしてしまったと、はい、給食してまで。 そうですよねこの一年、どんなんだったんですかっていうのをね、最高に遊んできましたよとか、やめてて、やめてよ、ね。嘘でもいいから、そこを持っていこう、そ真面目でも、純粋に進学したいなっていうのは、やっぱり技術的な進歩にはついていきたいなっていう気持ちがあったので、私がすべて技術できない。 買ったとしてもこういうものがあるよ、うん、こういうことができるよとかあと、まあ、記者にこういうのができるよっていうこういうのをちゃんと説明できる人になりたいなとか,かエンジニアさんと例えば記者を結ぶ通訳翻訳ができる人になりたいなっていうのが、まあ、一番目的でしたけど入学したらですね、うん、実際もうみんな 大学院一年生は学部四年間。これは専門でやってきてるわけですよ、うん。はいはいはい。だからアドビー。うん。 とかもう純粋にとかねアドビとか一字言わねえよみたいなそのレベルだよね <laughs> そうそうそうですそうですそのぐらいは <laughs> アドビっていうのは情報ある設備あのフォ,トフォトショップとかを作ってる、ね、そうそうイラストレーターとか<い>イラレとかね,そう,ですねそうそう,う動画を作るソフトと、ね、かはいやってみたいななんだお前みたいなレベル感違うやつが一人 <laughs> あの正直私 Mac を使ったことがなかったので <laughs> なるほど、はい、そうどうやってあの文字を消すのとか 変換どれとかっていうところからスタートしたのでそれはもうデジタルの話ではないですね <laughs> まず <laughs> そうううそうそそうなんですよ <laughs> まずその一歩手前から <はい S 1> <laughs> そうでさらにもう授業始まったら <laughs> HTML とか CSS っていうはいはいまあねコードが。 全くわからないので、説明すると、そこは僕も説明できるから、番組になるのか、インターネット、インターネットで、あの例えば要するに何でもいいけど、あのなんだろう、えっと今ファイヤーフォックスとか、あのあむふふ昔だったらインタインターネットエクスプローラーと何でもいいけれども、そういういわゆるウェブブラウザという、えっとインターネットの画面を表示するやつ、そうですそうですそういうアプリケーション。 そのそれを表示させるためのあの <laughs> 要するにえっ、ー、とねあの記号みたいなプログラム言語があって H T M L も C C S S もそういうやつですよねそうですそうです、はい、教育番組風になってきたでね<ー> <laughs> で背景の色を黄色から青に変えたいとか、うん、そういう技術ですね。うん、うん 聞きたいわけじゃないのでまあまあなのでだから何してたんねんっに言うと一年があっという間だったんですけど前期はもう基本的な技術をみんなに追いつけと思ってもそれだけで過ぎてしまったっていうかさ僕そのあのえっとごめんなさいえっと在籍しちゃったところはえっとななんんていうセクションになるの えとシステムデザイン研究家<究>だからまあ要するにまあだからエンジニアリング系なわけですねのそうですね。ってういうか僕そういうところの研究室のイメージって全然わかるイメージ分かないんだけど、はい、あのだから要するに佐藤さんがあの、はい、教育学部出身の数学の免許を持っている佐藤さんがいってそのエンジニアリングをガチでやっているそのマスターの,その学生たちは優しく教えてくれたりとかするのだろうか、はい。 あのあれです。 学部3年生の授業とかを取りに行ってましたから全く分からないので自分からやりていってそっか、だから人の数倍勉強するってやつだな本当にそうてたな私とか留学生の子もいたので彼女たちと一緒に3年生、2年生の授業を受けに行くっていうような今、実況がどうなっているか分かりませんが実況している私の弟子もねれもよく聞かせたいぐらいですね。学部に降りててっ うんうん、授業受けるだこれで圧力って、別の言葉で言って、パあ払ってるうんですけど、<laughs> 今厳しいですからね、そういうの、<laughs> 社会的に厳しいですからね、全然違う筋肉を毎日使っていたので、それでプラス研究をしながら、自分のやりたい研究をしながら、私は地方の情報がなぜ全国に届かないのかっていう、こう結構でかいテーマを設定してしまったので。 その文献を読んだりとかっていうので、一年があっという間に過ぎていきまして、はい、四月に戻ってきました。いやいや、今サクッとおっしゃられたけれども、だからいや本当にだからさ、その地方のさ情報っていうのがさなぜねあの届かないのか問題って本当に頭が痛い問題で、あのてかこの番組やってるのも実はそれがモチベーションの一つだったりとかするわけですよ。あのそう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 あの一応ほらこの番組はあのどう言えばいいかなあの コミュニティ FM だけれども、はい、あのこの番組は要するに話された内容がアーカイブされるのでだから YouTube とかで後で見れるわけですよなのでまあちょっとそこはやっぱり利点かなと思っていて、うん、であのだからまあ、ね、我々が喋ってる内容っていうのはある程度その沖縄のことをまあ知っている状態で話してはい,うん、うん、いるから、はい、どこまでちょっとと。 なんていうか届いているかっていうのはちょっと正直言ってわからないところはあるけれども、はいうん、でも、まあそういう形でもとりあえずボール投げてみようみたいなねところで実はやってる番組なんですよってたももちろんもちろろんんまさかここでそんな。<laughs> <laughs> 試される感じ、まあね、でもそうですねと子さんもこのなんかデジタルの今日は話をしてます単純に一記者としてもずっとそれを意識してこられたと思うのでヤフートップとかにもこう書かれた記事がしょっちゅう載ってですね <laughs> あの沖縄の

その時何でしたっけ？ですあピコ太郎絡めたら、ね、そうそうそうだからちょうどその時で、はい、かなり見られましたよあれはこんなね沖縄でなぜパンチパーマがな,なんだっけ、はい、もう自分で忘れちゃった <laughs>、ね、すいません <laughs> そういうもう記者ライターとしてのその力量かけるにもうデジタルがどうこうとかってもう最強記者になっていきますねもでも本当にそのなんていう届かせるためには コンテクストの問題がすごく大きいのでこの沖縄製のデジタルアーカイブにあのテキストを入れなかったのもそれが一番大きいですコンテクストでもう少し分かりやすく言っ<の>その前後の理解がなくても。いいなくても、はい、背景の文化とか歴史が分からなくても直感的に理解できるように。 っていうのが一番大きいですよね。なんか見出しつけるときも記事の見出しももちろんそれを一番意識します。なるほどだって沖縄でね、愚賛の正月っては言いますけど、別にヤフーの画面で見て愚賛の正月はさすがにわからないので、あの正月って言い換えるとか、まあそれがまあね積み重ねていってまあちょっとずつわかってもらえるのかなっていう気はしてます。そうだよね。だからほら要するに愚賛の正月ってさ、ね翻訳したくないじゃん。 したくないですね <laughs> いや,、ね、いや別に僕内地の人間だから <laughs> あの保約したっていい <laughs> あのなんかもうちょっとあのうちのマインドが入ってしまったので。 ね、いやそんな簡単に翻訳してたまるかよみたいな感じもやっぱりあるわけじゃないですか,うん、うん、か翻訳しては伝わらなくなる部分てあるわけだからだからまあそういうことも考えるとそれでねだから届く、届かない問題、うん、つまりあの我々はこんなことを一生懸命その発信しようと思ってるんだが、うん、なかなか届かない問題っていうのはこれはだからまあ沖,縄にか沖縄に限らず、まあ、地方はどこでもある程度抱えている問題なのかなというふうふには思うんだけども。うん、であの 今回、まあその、まあ、佐藤さんに、はい、あの出てもらったというよりはいずれお目にかかりたいというふうに私は思っていたわけがたく光栄です。と、うん、<laughs> いうのは、まあ、ちょっと実はそのずるいことを考えていたわけだけどもさっき言ったけども、はい、要するにあのさんの,その師匠であるその渡辺さんと、はい、あの僕は実は渡辺さんとは面識なくて。 SNS で延々とやり取りをして一回スカイプで話したからそれぐらいなんだけどとにかく何を言ってるのかというと要するに、だからこの沖縄戦アーカイブにしてもすげえじゃんと思ったわけそれは何で最初知ったかな多分渡辺さん一冊著作を講談社現代新書で出されていてタイトルなんだっけ アーカイブ化する社会アーカイブする世界。世界ていうまあ本で、うん、でそれでえとその本に書いてあったんだったかどうだったかちょっと忘れちゃった、はい。もともとさ、要するにもともとある,その要するにマップもの、はい、例えばだ Google Earth であったりとか Google、はい、マップであるとかまあそういうものをそのまあプラットフォーム、そういうものをその活用して、はい、でその上でどういうコント あくそ <laughs> 横文字を使っちまうな <laughs> どういうその内容を盛り込んでいって一体そ,れそれで全体として何を表現するのかってことをまずっとやられてこ来られた方じゃないですか、うんうん、でそっかと思ってまあ普通に読んでたわけですよで,で、まあ、その本に載ってたんだちょっとあるいはその後に知った情報だったか忘れたけども で「沖縄戦」って書いてあって「え沖縄戦?」と思って「はい、え沖縄戦のことまでやってるのこの人」と思って、うん、それでまあとりあえず知ってでいやそれ見なきゃまずいじゃんと思ってで見たわけですよで「うわマジやばいなこれ、うんうん、これガンガン使うべきでしょ」っていうふうに思ったんだけども、うん、でもこれは残念ながら多分これはね あの別にその教育現場の人を実は責めるわけでもないし、うん、あのそれこそだからね教育現場がなかなかその手が回らないところをまあ今、ガチュウンがサポートしているっていうんでことがまあ典型的に多分表しているだろうし、うん、そしてえともうちょっと言うならばそのまあ去年にそのまあ,あったちびちリかまでの,そのか悲しい出来事とかね多分そういうことにもつながってくるんだと思うんだけどもだから一つはだ歴史的なその事象というもの過去にあったその事象というものがうまくそのあのまあ遠くにその 伝わっっててないってこともあるし、うん、あとその空間的なその遠さだけではなくてね、うん、時間的な遠さつまりは若い世代ですよ、うん、にも実はうまく継承されてないっていうさ問題があ両方あると思ってるんですようん、うん、で、まあ、もちろんあの沖縄戦だけが重要とは言わないあの他にもいろんな重要な事象はあるけれども、うんうん、でも でも、ね、沖縄の近現代史において沖縄戦は、ね、トップクラスで一番重要な事情であるんでそれは決まっているという断言しちゃいましょう、うん、あえて、うんうん、決まっていると思うので要するにだからそれがさこう,う,うまくちゃんと伝わらないってまずいなというふうふに思っていてしか、うん、そしてあのせっかくこんな素敵なものができているのにうまく使われていないということが、ねうん、極めて残念であると。うんはい であの、まあ、私は一応美術が専門なのでそして渡辺さんもちょっとアーティストマインドを持った人なので <laughs>、うん、ちょっと一周なんかやろうぜみたいなことを、まあ、話をしていて、うん、まだ何も具体化していないっていうね、うん、まあそういう状況なんですけども、うん、だから、まあ、でもどうですかねあのいなんか今ちょっとネガティブなことを言って、はい、あのしまったので。 こ言葉を継ぐのが難しいかもしれないけども、まあ、ちょっと今,今言ったことをまあ踏まえて、うん、その里子さん的に例えばまあそのそ実際その、えー、とデジタルメディアをそのまあ使いながら要するに、まあえーとまあ、情報をその発信をしていってうま、んうん、くいってるぞっていうところもまあ,あるだろうけどもこれなかなかむずいなっていう思ってるところとかね活用ので段階に私もそのフェーズをできていないので さすがにやらないとなっていう気持ちはありますしで広島アーカイブっていうのがありまして、はい、あで,んで私も何回か広島行かせていただいてであそこは高校生が自分たちでも作っているので <laughs> あのインタビュー行ってその時何があったって自分たちで動画も撮って週末は署名活動して。 国連行ってみたいな子たちがあのアーカイブをもっともっと成長させていってるんだからそこまで行くとやっぱりすごいなと思いますけどそこまでいかなくても何かしら若い世代とあのアーカイブを成長させていくっていうことはやりたいなって純粋に思いますアーカイブ成長っていいですねつまりこのアーカイブにはもっと人の軌跡は入るし。 あの証言とかも入るのでそれは全然組み立てていくべきだなって思いますけど私の一人の力ではとても無理なのでどう,こう枠を書いていくかっていうのが今課題ではありますねうん、うん、あとは更新はされてない感じになるんですか追加とか。えーうん、あそうですねそうそう追加 まあ表現をちょっと変えたりとかはしてはいますけど、大きく例えばコンテンツに追加されましたっていうものではないですね。うん、ンンの体験者の方の何ですかね、その人数はこのぐらいがいいとかっていうのも特にないんですか、うん。特にはないです。もっと増えてもいいと思います。実際えっ、ー、と体験者の方だいたい30、35人ぐらい。うん 入ってるんですけどもっと幅広くいらっしゃってもいいのかなという気はむしろこれ方向性としては今、例えば各市町村市であったりとか県で取りまとめてるそういうアーカイブだったりとかそれぞれメディアごとに保存されているやつ全部バラバラに保存されてると思うんですけど例えば方向性としてはこういうものに一元化していくっていうのを全然ありだと思いますし。あと あの見た人の反応をまあ個人的には入れていけたらなと、うん、例えば中,中学生高校生、うん、大学生のこれを見てどう思ったのかとこの画面の中でなんて言うんてうですか亡くなられた方も体験者の方もその中体験していない子たちも同じ。 なんかページに入れるっていうのがまたなんか違うフェーズにいけるんじゃないかなっていう気はちょっとしていますね彼らが見る当時の歴史と実際の歴史と。 なるほどね、はい。リンクしてもね。いかにね、今の子たちが何、今の子たちが見て、何を思うかっていうね。はい、うん、その中ビビットな反応っていうのは、やっぱり見てみたいですよね。そうですね。それが多分七十二年前の歴史に、こ、これからなっていくはずであろうと思うので。うんうんうん、だから、ひょっとしたらさ、そこではね、はい、あの、こういうこともか、か、あのか、あの。 僕は結構ネガティブな人間なのでネガティブなことを考えてしまうのだけどもこんな戦争あったんだへえみたいなね、はい、そういうリアクションだって多分別にありえると思うんですようん、うん、でもさリアクションしてくれるだけまだいいよね <laughs> つまりさそれリアクションしてくれないとさはい,、はい、いやあのあのこれ人マジでかなり相当死んでるしあのこあの超,超不本意で死んでるので歯じゃないんだよみたいなさほど、うん、って言えるじゃないですか。 リアクションがあれば、うんうん、だからやっぱそういうことって重要だなっていうふうに思ったし、うん、で今ちょっとそ,そのねあの今その例に出してくれたその広島のねそのアーカイブのそ,のあのそれこそだから高,高校生が、はい、あの自己成長させちゃうっていうさ、はい、モデルをさあの聞いてさなるほどなと思ったんだけども、うん、でもそれやっぱりさ条件がやっぱりいるなと思っていて何、うん、ていうのかなあのほら。 あの一般的にそのデジタルアーカイブってちょっとこれ専門的な話になるかもしれないけども、はい、デジタルアーカイブって要するにもう人間が手をかけなくても要するにだからデータだけがぼんと入れてそれでまあなんか最適な感じでこうババババッとこう要するに配置してくれればそれで OK なのであるみたいな考え方ってまあ,あるじゃないですか、はい、一方でね、うんうん。でも例えばこういうだからそのま,あまさに沖縄戦って極めてセンシティブな問題ですよ。これでそのアーカイブ作るときにはさあの 当然のことながら、要するに、はい、あのまあ、えっと、なんていうのかな、うん、意欲のその高いさ、あの、ね、あののね高校生なり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 ってものが当然必要だけれども、はい、あともう一つは、うん、そのさ、高校生を、あのまあ、これ、正しくっていうとさ、なんか、あの正しい歴史は一つだけだってことになっちゃうから、ちょっと正しいっていうのは、まあ、よくない、よくよくいいい,い,い,い味じゃないかもしれないけれども、うん、例えばさ、 それこそさ戦争が忘却されていくとかさいう話でいうとさだからまあよくある陰謀論とかってあるじゃないですかつまりねだからあのちょっとさこれあえてちょっと挑発的言いますけれども例えば沖縄戦がなかったなんていうふうに言うさ 愚か者は多分出てくる可能性ありますよ。だから、要するにそういうことを防ぐためにもさ、だからあの、とにかくまあこういうことありましたと、はいうん。で、どう考えるかってことは、いろいろ深めてか、そんな答えなんかすぐ出,出ませんよと、うんうん。昔あったことだけど、今だって答え出ません。うん、だけども、でも、とりあえずこ,れこういう事実がとりあえずあったということは、とりあえず見つめましょうっていうことを。 誘導してあげるメンターっていうかさメンターって日本語で言うと何て言うんだまあ指導者だねがやっぱりいないとめちゃくちゃなことになっちゃうかなだからさ何を言いたいかというと要するにほらデジタルでアーカイブでとか横文字じゃあ人間とかあんま関係ないのかなみたいな感じになるかもしれないけど実は全然そんなことなくてむしろそういうような何て言うのかなあの よく導いてくれる人とあとそれに対して応えてくれる若い子たちとのコラボレーションものがないといけないっていうさ実は極めてヒューマンなものじゃんていうことを思ったやばいなめちゃめちゃキレキレなめめちちゃゃなこと言ってしまったなそのあたりの作り手としての思いみたいなのって例えば作り手じゃないと土屋さん、こんなに熱いんですあか あのうちの記者もたくさんこう白地図を持って取材に行き直してみんなおばあちゃんのね話聞きながらこう例えば北から南に逃げていくこう図をみんな書いてきてくれくれたその協力のもとでこのアーカイブというのは成り立っていてで話してくださった方々もね あの市町村合併で名前が変わったりしているのでまあそ,もそもそもそこからですけど当時の地図を広げながらでもその地図を広げると普通のインタビューよりも記憶の引き出しが広がるのでここで、この例えば4月こういうのがあったねっていうのをもっと細かく教えてくれるわけですよ。て言うんですかね別に 紙だからなんとかだからっていうその媒体の種類ではなく、うん、まあデジタルもそういう一人一人の思いで成り立ってるよっていうのは純粋に伝えたいなと思いますね,すねデジタルだろうがこうその一人一人体験者の方と対面しながらこう話していったりとかこれいつも思うんですけどそれ一体 記者の方のののこの学んででる感ってすすごいいじゃないですか記者の方とお会いするとそのもう聞いてる自分たちがすごいやっぱりどん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 追体験していってる感じとかになっていてこの感覚そのものを伝えたいんだけどそれがなかなか難しい <laughs> あのだからこの作り手の人たちの感覚っていうのもどん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 今みたいに出していってほしいなって思うんですよ。出てきたアウトプットとしての,そのデジタル例えばデジタルアーカイブももちろんなんですけどなんかこう。 いや、これ携わってる人たちの感覚がむしろ記憶をつなぐ上ですごいキーになってくるんじゃないかなと。あそうですね。でもどうですか？あのそろそろちょっとバグインもた,たか、はい、なければいけない。ちょっとなんかもったいないね。もっと話したいね。あのまああの。 とりあえずまあ今年、ああ沖縄にまあ戻ってこられて今年、とりあえずまあこんなことやってみたいとか今年に限らずともちょっと将来的にこんなことを考えているぞみたいなちょっとビジョンをちょっと佐藤さんの方から一つ投げてもらってちょっと番組を締めたいと思うんですがいいかがでしょうかはいえー、今、AI 人工知能を使った白黒写真のカラー化を、ねはい、取り組んでいまして。そ 写真に写っている方々にインタビューを重ねていきたいなと、記憶を引き出していきたいなというのを思っています。今年の目標はそれですいいですすいいね いやちょっとそれもね本当はいろいろいやさっきちょっと盛り上がったんだけどねちょっとまあお伝えしたところです続きはどうしようかなえっとまあなんか機会にりましょう続きはウェブで続きはウェブでそこも誘導してぜひ大きなデジタルアーカイブと見ていただいてはいお願いしますじゃあえっと今日の放送はえっとここまででえっと終わりにしますそれではさよならはいさよなら